こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人はユニクロ U を買うべきなのかというテーマでお話をしてみたいなと思っています。昨日ですね、まさに発売日当日の春夏新作のユニクロ U 全力でレビューさせていただいたわけなんですが、見ていただいた皆様本当にありがとうございました。一人のおしゃれ好きとしてはユニクロ U の新作はめちゃくちゃ楽しみにしていましたし、かなりですね良いものが多かったので非常に満足しているんですが、それとは別におしゃれが苦手な方にとってもなるべく分かりやすくファッションをお伝えする立場として、今回の動画も結構大切だと思っていまして、急遽撮影をしているわけなんですが、ユニクロ U ってやっぱりファッション業界の中でも一つの大きなですねお祭りみたいになっていまして、最近では YouTube ですとか TikTok ですとか様々な動画メディアでユニクロ U が発売になると一斉にですねいろんな方が動画をアップするわけですね。昨日の段階でもかなりレビュー動画上がっていましたし、おそらく今日だとかこれから1週間ぐらい様々な動画が出てくるかなと思います。それらを見ながら自分は買うべきなのか、何を買えばいいのか、余計混乱している方も多いかなと思うんですよね。ですのでそんな方のために今回の動画が少しでも役立ってもらえたら嬉しいなというふうに思っています。結構ですね、僕はユニクロ U の動画長くやっているんですが、その中で時々コメントでユニクロ U のアイテム買ったけどうまく着こなせなかったというものがあったりするんですね。これはあるあるで、結構ユニクロ U っていろんなインフルエンサーの方が動画で解説するのでこぞって買ってみたものの、なかなか使いこなせなかったっていうことは少なくないかなと思うんですね。これはなぜなのかというところも含めて今回はお伝えをしていきたいなと思ってるんですが、そもそもユニクロ U というのはどういうブランドなのかというところをまずは理解しておくことが大切かなと思います。ユニクロ本体というのは結構ベーシックで定番的なお洋服を扱うブランドではあるんですが、ユニクロ U というのはやはりデザイナーズブランドの要素をですね取り入れたようなものになっているので、通常のユニクロに比べると結構エッジが立ってるかなと思うんですね。いわゆるデザイナーズの服に比べるとそこまでエッジは強くないんですが、通常のユニクロよりはかなりですねトレンド感が強めなので、なかなか使いこなすのが簡単ではないというところが、個人的な見解なんですね。ユニクロ U が似合う方というのは僕はですねおしゃれ中級者だと思っています。そもそもおしゃれが好きな方の中には3つの階層があると僕は考えていまして、おしゃれ初級者、そしておしゃれ中級者、その上におしゃれ上級者という形で、階層になっていると考えているんですね。その中でおしゃれ初級者というのは通常ユニクロですとか GU グローバルワークを使いながら、ある程度ベーシックプラスアルファに少しトレンドぐらいな着こなしをですね楽しんでる方々という認識で、このあたりだと結構第三者視点だとか他人から見た時の評価というところも意識しながらバランスを整えるので、割とですね人から理解していただきやすいゾーンのおしゃれさかなと思います。一方でおしゃれ中級者になるとですね、初級者のうちに使っていたベーシック定番的なお洋服だと満足できなくなってきて、もうちょっと癖のある服を着たいだとか自分なりの世界観をうまく表現したいという形でちょっとですねエッジを効かせるわけですね。ですのでユニクロ GU グローバルワークよりは、例えばセレクトショップのオリジナルですとかドメスティックブランドですとか〇〇専門ブランドですとか、何かね特定のアイテムに特化したブランドなんかをうまく使いながら自分の着こなしを楽しむというのが中級者の領域だと思うんですね。一方で上級者というのは自分なりの独自の世界観があって人との違いを楽しむような、そんな服の選び方をする方が多いんですね。ですので他人から見ると結構個性的に見える方が多いかなと思っているんですが、この3つの領域の中でユニクロ U がドンズバで似合ってくるのはおしゃれ中級者、ここで間違いがないかなと思うんですね。通常のユニクロでは満足ができない方が初めてユニクロ U にステップアップするという形なので、いつもですねユニクロでお買い物してたりだとかベーシックな着こなしに慣れ親しんでる方にとっては結構ユニクロ U ってなかなか使いづらいかなと思うんですね。だけども僕も含めてですが、ファッション YouTuber だとかいろんなインフルエンサーの方がこぞってユニクロ U のアイテムをおすすめすると、なんかちょっとこれ買っといた方がいいのかなという感じでついつい買ってしまうと。でも自分自身の思考性としては結構ベーシックだとかちょっとトレンド感あるぐらいの初級者的なマインドの中にユニクロ U が入ってもなかなかそれが使いこなせない、ここがですね結構起こりやすいところで、最近の一つの傾向としてはあるんじゃないのかなと思っています。そもそもファッション YouTuber というのは一言で言うと
おしゃれマニアだし、おしゃれの変態と言ってもいいぐらいですね、かなりですね稀な存在だと思ってるんですね。まあ、僕自身ファッション系 YouTuber なので自信を持ってそのあたりは言うことができるんですが、まあ、なかなかですねこのレベルまで服買ってる人もいないし、毎日毎日服のことを考えてる方って一般的には多くないと思うんですね。そういった人たちの意見っていうのはかなり偏りがありますし、ファッション YouTuber インフルエンサーの方々はこれまでに様々なファッションを経験してきて、お金も時間も労力も投資をしてようやくですねいろんなバックボーンを得たわけなので、そういったものを持っているからこそ似合う服っていうのがあるんですね。それがいわゆるユニクロ U の中でもエッジの効いた服だったりするわけなんですが、それをバックボーンなしでいきなり取り入れるのはなかなかの無理ゲーだよねというところは改めて僕の立場からお伝えする必要があるのかなと思っています。ですのでユニクロ U の動画を見るときの一つのコツなんですが、めちゃくちゃおしゃれが好きな方はこういう感覚でユニクロ U を使うんだなという形でエンターテインメントとして見てみるのはすごくいいかなと思うんですね。それを自分自身が真似をするというのは結構難しいので、ある程度おしゃれ中級者以上の方でいろんなファッションを楽しんだ方であればユニクロ U ガンガンに使うといいと思うんですね。なかなかこの価格でユニクロ U レベルの服が手に入るというのは稀なので、おしゃれが好きな方であったら驚きだし、その価値というのを十分に分かっていただけるかなと思うんですが、そのあたりのバックボーンがないうちは僕はまだ手を出さなくていいんじゃないのかなと思っています。まあ、僕自身も昨日ですねユニクロ U のアイテムいろいろ買ってきましたよね。まあ、例えば具体的なところでお伝えすると、このような半袖のシャツ個人的にはめちゃくちゃ気に入っていますが、これを着て街で歩いてたらそれなりに目立ちますよね。紫のシャツを着てる方ってそんなにいないので、よく言えばおしゃれに見えるけども、悪く言えば結構個性的でちょっと親しみやすさはない感じにはなりがちなんですね。まあ、おしゃれ中級者の着こなしというのはやってる本人としての満足度は高いんですが、周囲からだんだんですねそれおしゃれなのどうなのっていうところでちょっと感覚がずれてくるというところが、まあ、一つの問題としてはあるかなと思うんですね。ですのでどの階級でもメリットデメリットがあるわけなんですが、僕自身は気に入っているこちらの紫のシャツでも賛否両論というところが正直あるのかなと思います。もちろんユニクロ U の商品の中ではこの半袖シャツは比較的使いやすいかなと思うんですが、まあ、パープルよりもグレーですね、こちらの画像にあるようなグレーの方が断然使い勝手がいいです。サイズ感はあえて上げずに自分自身のぴったり合うサイズでこちらの半袖シャツのグレーを買っていただければおしゃれ初級者の方でも割と楽しみやすいかなと思うんですが、パープルめちゃくちゃ人気なのでこぞって買ってる方もいらっしゃると思うんですが、それなりのエッジは効いてるよというところは理解をした方がいいかなと思います。またこちらのパラシュートパンツですね、これまた買ってすごく気に入っているんですが、いわゆるワイドパンツというやつなんですね。シルエットはもうめちゃくちゃ太いんですよ。ユニクロの中でスマートアンクルパンツとかありますよね。あのあたりでも感動パンツに比べればややゆったりめなんですね。そしてタックテーパードパンツだとかタックワイドパンツ、このあたりが最新のボトムツとして僕にはしっくりきてるんですが、あれらもあくまでおしゃれ中級者向け、おしゃれ初級者の方が履いても違和感でしかないし、一般的な感覚でああいったものを履いてもなんか太すぎませんかっていう形で思われることは少なくないかなと思います。あくまでおしゃれ中級者以降の方々のマニアックな視点というところは理解しておいた方が良くて、こちらのパラシュートパンツに関してはもうさらに太いので、おしゃれ中級者から上級者の方ですね、これだったらおしゃれ上級者の方でも部分的に楽しめるような感じかなと思うんですが、かなりエッジが効いてるので決して万人向けではないんですね。そのあたりは頭の片隅に入れておいた方がいいと思います。一方でおしゃれ好きな方にとってはこれほど満足度の高いアイテムというのがユニクロ価格で買えるというのはかなりありがたいなと思うんですね。このように今お祭り騒ぎになっているユニクロ U というのもやっぱり似合う人と似合わない人が明らかに分かれていて、僕の肌感覚だと世の中のほとんどの人はユニクロ U そんなに必要じゃないんじゃないのかなと思っています。おしゃれが好きな中級者以上の方々がクリストフ・ルメールのデザインがこの価格で買えるのはやっぱりいいよねっていうところがちゃんと理解できてる方だったらすごくおすすめなんですが、
ちょっとみんななんか買ってるし流行ってんでしょ、じゃあとりあえず買ってみるかっていうテンションだとなかなかですね難しいところがあるかなと思うので、そのあたりは理解しておくといいんじゃないのかなと思っています。ちなみにおしゃれ初級者の方でも楽しみやすいものとして僕が挙げたいのは、例えばオーバーサイズステンカラーコートですね。このあたりは通常のユニクロのステンカラーコートと比べてもそこまでデザイン的な飛躍があるわけではないんですね、まあ、サイズ感少しゆったりめではあるんですが、決してですねやりすぎ感があるようなオーバーサイズではないですし、デザイン的なエッジもそこまで効いていません。ですのでこのあたりを取り入れてみるというのはかなり良いかなと思います。あとは先ほど言いましたオーバーサイズワークシャツのグレーですね、このあたりもいいと思いますし、あとはニットポロですね、このあたりのダークグレーなんかも比較的大人の男性には楽しみやすいような感じになっているかなと思います。まあ、それ以外のアイテムに関してはやっぱりそれなりにエッジが効いてるんですね。なかなか取り入れるのが難しいと思います。ですのでユニクロ U を買わない勇気を持つということも結構大事で、いろんなインフルエンサーの方がおすすめしていますが、まあ買っても 1,2 点ぐらいとか、むしろ買わないというのも一つの手かなと思うので、まあ冷静な判断で楽しんでいただきたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロ U 大人は買うべきなのかというテーマで、結構ですねざっくばらんに本音ベースでお話をさせていただきました。意外とこのようなことをお伝えする動画ってないと思うんですよね。今ユニクロ U のお祭り状態でいろんな動画が出ています。まあ、それら僕も見ていて楽しいですよね。ですのでエンターテインメントとして楽しみながら、それを自分が取り入れるかどうかはよく検討してみるのがいいかなと思います。おしゃれをする目的って人それぞれだと思っていて、おしゃれ初級者と中級者と上級者、それらのヒエラルキーみたいなものはありますが、どこが偉くてどこが偉くないかなんて全くないんですよね。あくまで個人が心地のいい領域を楽しめばいいかなと思っていまして、僕自身もおしゃれ上級者的なすごくマニアックで自分自身の個性を全開出すようなところって正直あんまりやらないんですね。それよりもおしゃれ中級者ぐらいのこだわりはあるんだけども、第三者視点というところがまだ多少気になるというところ、このあたりを楽しむのが僕は居心地がいいので、自分自身を永遠の中級者と呼んでるわけなんですが、まあ、そのあたりは心地がいいわけですね。また第三者からの目線をちゃんと意識しながら大人の着こなしを楽しむという意味では、おしゃれ初級者の段階が一番ですね他人から見た時に理解がされやすいですし、おしゃれに見えやすいのは意外とこの領域かもしれません。なのでそういった方々は特にユニクロ U を使う必要はなくて、通常のユニクロだとか、例えばセレクトショップのオリジナルでもグリーンレーベルだとか、そのあたりだとトレンド感がやや漂いながらもベースがベーシックだったりするので、意外と使いやすかったりするんですね。まあ、そういった初級者のちょっと上ぐらい前の領域を楽しむだけでもかなりですね着こなしの幅って広がるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんが心地のいい領域なのはどこなのか、まずはここを明確にした上でユニクロ U が本当に必要なのかどうかというところをですね改めて検討していただければなと思っています。これからもですね僕はこのような理屈的な話もですね出す必要があるのかなと思うんですね。いろんな着こなしを出すのは他の YouTuber さんもやってくれているので、まあ、僕も出すんだけども、そこだけじゃなくてもうちょっと理屈的なところですね、まあ、男性は好きな方も幸い多いので、このあたりについてお話をしたいなと思っていますので、ぜひこれからの動画も楽しみにしていただければなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。